写真拡大。中山記念追い切り、23日立東トレセン。東西二重賞の最終追い切りが23日東西トレセンで行われた。中山記念 G2 27日中山に出走するホープフル S 勝ちの G1 馬ダノンザキッドが数字以上の高内容にみんな学び記者が迫った。安田隆調教師に聞く。ダノンザキッドは立東 CW コースを単走し6ハロン87秒7から11秒4でした。順調に仕上がっています。間は空きましたが調教は詰めています。マイナス3ヶ月ぶりの実戦ですが、馬体などの様子はどう感じられますか。牧場から550キロで帰ってきて今は530キロ、520キロぐらいで出せると思います。ベスト体重だと思います。完成度は 80% ぐらいです。前走のマイル CS では一戦級の子馬相手に3着と健闘しました。勝ったグランアレグリアには離されましたが、2、3着は接戦。改めて強いと感じました。マイナス2歳児以来の 1800m 戦です。問題ありません。今なら 2000m も持ちます。調教でも折り合いはついていたし、引っかかるところはありません。勝利すれば選択肢がさらに広がります。今後はドバイや大阪杯も視野に入れているので、ここ次第です。調教比較。6ハロン82秒5から11秒0だった1周前の方が数字はいいが、これは助手より体重が軽いカウタが騎乗し、しかも阪急杯に出走するダイアトニックとの合わせ馬。時計が出る状況が揃っていた。一方、今回は単走でほぼ馬なり。にもかかわらず強めに促された前走のマイル CS の最終追いのラスト1ハロンと同じ11秒4は価値がある。みんなのジャッジ。無傷3連勝でホープフルエースを制するなど能力は一級品。骨折から復帰後は子馬混合重賞でもそれなりの結果を残しており、決して早熟ではない。明日の木馬屋後はプール調教も含めて念入りに仕上げられており、先の G1 に弾みをつける好勝負が期待できる。